皆さんこんにちは。サクッと3分、今日も始めていきましょう。ここ最近ハムストリングスをしっかりと伸ばしていき、柔らかくしていきましょうと、そして前屈を楽にしていきましょうということをやっています。前屈ができるようになると膝だったりとか腰を守ることにつながっていくので、とてもメリットはたくさんあると思います。私自身この YouTube を始めてから半年以上経つんですけれども、少しねデスクワーク編集作業が多くなってしまったので、少しねこのハムストリングスが重いなとか、少し膝に痛みを感じるなということを感じていたので、このシリーズを作ることにしました。そしてこれまで動画5本にわたってハムストリングスを伸ばそうシリーズをやってきたんですけど、少しね原因が分かった気がしますね。そちらの方を少し説明させていただきたいなと思うんですけども、私ね2年前ぐらいの時に右足のアキレス腱をバツンと切っちゃったことがあるんですよね。そして皆さんもやっていただけると分かるんですけども、ちょっとしゃがんでいただいた状態になってつま先の方に体重をかけていくと、このアキレス腱ですね、この辺りに力が入って使ってるのが分かると思います。逆に言うとかかとの方に逃げていくと、あまりアキレス腱って使わない状態になっていくんですね。それでなかなか落ちてしまった筋肉を守るために、踊ってる時意図的にかかと体重で踊るようにしてたんですよ。そしてだいぶアキレス腱も治ってきたので、ここ半年ぐらいつま先体重で踊ることをやるようになってきました。そうしましたら、このストレッチをねしてこの辺を全部ほぐしていったら、コリがねここだけ残ったんですよね。この膝の裏の外側あたりだけのコリが残ってったんです。これがですね、アキレス腱を使う時のつま先に体重を乗せた時に、ここをめちゃめちゃ使うんですよね。多分アキレス腱を切りましたと、で守るように踊っていてだいぶ戻ってきたので、つま先体重にした時にこの辺の筋肉にコリが溜まってしまったというのが原因だったような気がします。ですのでなんとなく原因は分かってきたので、やっぱり引き続きこのハムストリングスをしっかりとほぐしていくということで、膝を守っていきたいなというふうに思っています。これまで5本の動画を紹介してきましたが、今回が一番強度が高いものになっています。条件としてはしっかりと骨盤が立てられて、長座姿勢ができる方、そして、少しでもいいので前に倒れられる方、このような条件を満たしている方はこちらのトレーニング非常に強度が高く、そして、使えるねハムストリングスになっていきますので、ぜひ一緒に取り組んでいってもらえると嬉しいです。それでは今日のハムストリングスがどれぐらい柔らかいのかということを、恒例のようなんですけれどもチェックしていきたいと思います。この骨盤をしっかりと立てるようにして、まっすぐに背骨頭までまっすぐにしてみてください。その状態で前に倒れていくようにしてみてください。はい、そして手を伸ばすようにして、この時に丸まらないようにしてくださいね。まっすぐのままで手はどれぐらいなのか、はい、もう少し行こうと思えば行けるんですけど、少し引っかかりを感じる状態ですね。この大体いつも通りですね、この手首のところからスタートするようなイメージになります。それでは今日は動的ストレッチということをやっていきたいと思いますので、3分測っていってどれぐらい柔らかくなるのか試してみましょう。スタートです。はい、それではまず一番最初にやっていただきたいのは、少しねいきなりびっくりしちゃうと嫌なので、このだらーんとした姿勢でいいです。少し背中も丸まってていいので、この太ももあたりを少しほぐしていくようにしましょう。はい、このように根元からグリグリ回すようなイメージにしてみてください。反対もやってみましょう。根元から回す、そして膝の方まで行くようにしてみてください。はい、3分しかないので少し短めにやりますが、これだけでも随分筋肉は起きてくれます。そして今度は裏側に、膝の裏側ですね、太ももの裏側だったり膝の裏側に指をこのように入れながら、今のような回転を入れるようにして、少し起こしていくようにしていきます。膝の裏、そしてふくらはぎの上のあたりまでやるといいかもしれないですね。はい、じゃあ反対もいきましょう。よいしょ、少し根元から回転させるように持っていくと股関節も起きてくるのでびっくりしないと思います。はい、じゃあ少し短めではありますが、このようなことで体を温めて筋肉今から使うよということをお伝えしたというような状態になります。そうしましたら少し斜めになりますね。このように背中をしっかりと立てた状態、そしてこのままの姿勢でできるだけお辞儀をするようにしてみてください。そうしましたら手を組んでいただきまして、手を上に上げてください。背骨の延長線上に手が来るように、 できるだけ背中をまっすぐ倒すようにして、この輪っかありますよね、ここの輪っかがつま先をまたぐように何回かストレッチをしていってみましょう。では行ってみます。いきなり無理しなくていいですよ。せーの、1、はい、2、はい、3、はい、4、はい、5、はい、6、7、8、9、10。はい、少しほぐしていきましょう。この腸腰筋のあたりなんかも少し疲れてくるとバッチリです。
この裏が一気にビューンと伸びていきますので、本当は体が温まった状態からやった方がいいですね。ではもう少し強度強めにやってみます。今度8回でいってみます。少し力入れて加えて全力でやっていきます。せーの、1、はい、2、はい、3、4、はい、5、はい、6、7、8、はい、 OK です。じゃあまたほぐしてあげてください。はい、今のでね、同じ姿勢ですが少し強度を変えてやってみました。最後にもしかしたら今のだと腰が曲がって折れてる可能性があるかもしれないので、今度は肘を頭の後ろで組むようにしましょう。この姿勢だとなかなかね、勢いよく倒していった時に背中が丸まりづらくなりますので、しっかりと肩甲骨固めていきたいと思います。少しずつちょっとずつこうハムストリングスの自分の体がまっすぐに倒れるようにしていきましょう。少し3分超えてしまいましたけれども、やらせていただきたいと思います。それではやっていきましょう。8回だけです。せーの、1、はい、2、はい、3、はい、4、はい、5、6、7、8、はい、 OK です。これも結構息切れますね。なかなかね、呼吸が苦しくというか上がるというかね、そういう状態になりました。少し立った状態でほぐさせてください。そうしましたらかなりね、ここ動的にストレッチをすると。で、静的ストレッチっていうのは苦しい状態のところでずっとキープして止まっている状態のことを言うんですけれども、動的ストレッチの方が運動に使うにはいいストレッチだと言われています。では、さあ今日の柔らかさはどれぐらいいったのかということを試してみたいと思います。今度は静的に止めてみます。しっかりと骨盤を立てた状態から前に行ってみます。自然に倒れた状態から、あ、やっぱり動的なストレッチ一番今までの中でいってるかもしれないですね。この状態です。少し手で引っ張ってどれぐらいまでいけるのかやってみたいと思います。ふう、いきます。よいしょ。はい、自分がね一番若くてピークだった頃のところまでいけるようになりました。結構3週間ぐらいかな、ハムストリングのシリーズをやってきたんですけれども、なかなか固まってたハムストリングス、3週間ぐらいやってたら自分が今まで人生の中で一番柔らかかったかなっていうところまでいけるようになりましたので、まあ毎日とは言わなくても定期的に続けていこうかなというふうに思っています。で、実際にここに凝りは残ってると感じるものの、膝の痛みっていうのは少しずつなくなってきたような気がしますので、やっていけば少しずつここの凝りもほぐれて少しずつ良くなっていくんじゃないかなと思ってますので、少し続けてみようと思います。スペースアートダンス TV では皆様のライフがハッピーにつながるように動画を作っていきたいと思っています。さあ、これまで6本にわたってハムストリングスを柔らかくして前屈姿勢を楽にしていこうということをお伝えしてきましたけれども、こちらやっぱり腰や膝に痛みがある人、もしかしたらこの辺りの塊が原因かもしれませんので、少しね自分の体に当てをつけて、ここはどうだろうということでストレッチを導入してみてください。私自身もここ3週間ぐらいいろいろねハムストリングスにアプローチすることによって、多分ここが一番凝っているんだなっていうことが発覚しましたよね。なので皆様も何かを続けていると体に対しての発見というのがあるかもしれません。そういう自分の体の発見から少しずつ改善してカスタマイズしていくっていうのは結構ね楽しいことだったりしますので、ぜひね諦めずに少しずつでもいいので続けていただければ嬉しいなと思います。リモートワークなんていう言葉が流行り始めましたのでね、運動不足になっている方もいっぱいいらっしゃると思います。すっごく簡単なレクチャー動画、入門編とかっていうのもご用意していますので、ぜひ運動不足解消にダンスを取り入れてみてはいかがでしょうか。チャンネル登録、グッドボタン、そして頻度高く更新もしていますので、通知ボタンの方も押していただけるととても嬉しいです。これからもね、皆様の体についていろいろ考えていきたいと思っていますが、実はサクッと3分、今回が100本目の動画になります。これからもいろいろ試行錯誤しながらやっていきたいと思いますので、何かありましたらコメント欄の方にご意見いただければとても嬉しいです。それでは今後ともよろしくお願いいたします。今日もありがとうございました。